終了ですか。ちょっとチェックします。あ、そうですね。ああ師匠ちょっと一回見せてください。はい、で続いては実際に見せてもらうのと体験というふうに思うんですけども、どんな感じのことを。今日一番最初はエアで刃物のもんだとかありました。水をモチーフに作った式ですっていう話をしたやつがあったと思うんですけども、まあそれの研ぐのが結構難しいんですっていうふうに言わせてもらってたんですけれども、それを今実際にここにある程度下地はもう重ねてるんですけれども、まあ、まだこっから上塗りに持っていくために作業を続けていくので、それを実際、まあ、最初僕がちょっとどんな風に研いでるかっていうのをお見せするんで、はい、同じようにやってもらえたら、はい、そうですね。ちょっとじゃあお願いします。はい、はい、一応ね結構ね立って作業することが多いんで、こういうちっちゃな作業台の上ではやるんですけれども、はい、まあ、注意せなあかんことは、はい、基本的にはどこかだけ研ぎすぎてるとか、どこかだけ研いでないとか、そういうのを極力なくす、まんべんなく全体的にまんべんなく均等になるようにしてほしいですね。まあ、そうですね特にこれは水をモチーフにしてるせいで、うん、どこにも直線はないし、いやだってこれほらこんないびつなねあっちゃこっちゃなんかこう ね統一でないから難しいな、ね、同じ R の曲線も、うん、基本的にはどこにもないので、ね、それをちょっと注意しながらやるんで、これはじゃあどないな風な、ね、もうこれは機械とか全く使わずに手で当て作業でやってます。で、はい、本当にこれはまだ上塗りまでまだあと3工程ぐらいあるので、空研ぎって言いまして、空研ぎ、まあ、今日はほんならまず内側やってみましょうか。で本当にどんな感じでしてはるんですか。作業のやり方自身は本当に子供でもできるような手で持ってこの曲面に合わせてこう研いでいくだけなんですけれども、まあ何気なく取ってこうやりましたけど、はい、この時点でいびつな R をしてるんで、はい、ほうほう、こいつが大きすぎたりすると、うんうん、余分なところに当たってしまって良くない、はい、まだ大きいなと思ったりするとさらにこう小さな、ペーパーに自分でこう調整していく。これがやっぱり慣れないうちは、うん、大きいもんでガーッとやれば早くできるんですよ、ね、効率よくいくようなイメージですもんね。それをしてしまうとですね、余分なところとかこれ特に不定形なんで変なところに当たってそこばっかり研いでしまって、その下の下まで行っちゃったりするんですね。その研ぎすぎちゃう、そうなってしまうと次塗った時に研ぎ破ってないところと研ぎ破ってしまったところでムラができてくる、うん、こういうのを、まあ、極力、まあ、最初のうちは綺麗な曲面をするために結構大胆に研ぐんですけど、だん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 こういうペーパーの番手を上げるっていうんですけど、だん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 上の番手を使っていくことでもう粒がどんどん細かくなっていって、研いでもツルツルピカピカになっていくんで粒度の高いもの、まあ、それをこういう紙のペーパーも使うし、水研ぎのペーパーも使うし、他にもダイヤモンド砥石とかっていう人工の砥石もありますし、本当に炭、昔ながらで言うと炭ね、炭を使って研いだりします。今ちょっとこういう風にして研ぐと色変わってきますよね。この、はい、こっちの面とここでこっちの方がまあちょっとグレーっぽくなって、そうですね、ちょっとなんかこのグレーっぽい薄くなったというか、はい、これを均等にグレーに戻していくって感じですかね。せやけど今師匠ここやったから僕これもう一回やってあげますよね。いや大丈夫です、まだねここ全然そこは研いでないんで。あそうか、そこ面はやってないですね。側面だけちょっと当てただけで、ね、ここじゃあやりましょうか。そうだちょっと一番そこを、まあ、それをこう僕がいきなりこの大きさの方がいいって言うと面白くないんでその状態から始めてもらって、これでもめっちゃふわふわですね。じゃあちょっとこれでほないきますね、はい、ちょっとまあちっちゃめにしますわ。いややっぱりそんな大きくやったらあかんでっていう話なんで、ね、でもちょっと苦手そうな作業やねこれ切りましょうか、切りましょうか。そこからそこからできない。いやこれほらちっちゃいやんか切りましょうか切ってください。もう諦めて。いやちょっとね材質がやっぱりね慣れないと思う。言い訳したな。早くしなさいよ。言い訳したな。じゃあこれをこれをどうしようかな。ここなんですか。あれです。全然全然溶けてないですか。まずこれもっと小さい方がいいですね。もっと小さい方がいいですか。その底をやろうと思うと、はい、なかなか
そのこの大きさではやりにくいと思います。はあ、まあ、こうやって触ると、まあ、人間の感覚ってかなりこう目つぶってたら分かってるので、うん、この辺が一番深いかなっていうのが見当つくじゃないですか。深い、うん、深い深い深い。そこにまずそこからスタートした方がいいです。あ、一番深いとこからいくんですか。僕は浅いとこから行きましたね今。浅いとこね、手がすぐ届くんでね、うん、浅いとこからやりがちなんですけど、まさしくそうです。そうなるとね、やっぱね、一番触りやすいってことは一番当てやすい。あ、さっき言ってた、はいはい、当てやすいとこばっか当たっていくんですね。じゃあ深いところから、で、研ぎ破ってしまうから、一番手が届きにくそうなところから始めた方が後で調整しやすいですね。師匠、でも僕ね、今こっちでやりましょう。こっちでいいんですよね。ちょっと待って、こっちです。あ、こっちか。こっちで。あ、ほんまや。ゼロ点や、もう。ゼロ点。ゼロ点ですよ。いや、だってこれ、だってこっちやと思ったよ。ねえ。で、どっちでやるの？こっちなんだ。え、そっちが？こっちで、こっちで飛ぶ。こっちで飛ぶ。スイッチはどっちを使ったの？俺こっち。裏面でやってるから。で、普通さ、サンドメンバーでこんな色してない？してるしてる。確かに、それはわかるわ。これ、間違えたよ。よかった、早めに聞いてて。こう、円書いてみてどうですか？大丈夫、そういう風にして。こんなイメージ。あ、せやけど今ちょっとやりすぎたかな。今日はね、やりすぎんようにちょっと難易度の低い、こう研ぎにくいペーパーにしたいので、失敗しにくいペーパー。ありがとうございます。失敗しにくいペーパー使ってるのに裏面使ってない。そもそも間違うとるかなっていう。結構ね、地味なんですけど、この研ぐのが上手というか綺麗でないと、どんなに上手な人間が塗っても綺麗に塗れないんですよ、うん、やっぱ塗る前の状態がいかにいい状態でこう塗る側に渡せるか。まあ、僕は塗る方もやるんで、はいはい、自分で両方やることもありますけど、結構分業で漆やることは多いんで、下地がちゃんとしてないと、してないとっていうのもあるし、下地がちゃんとしてないと下地の研ぎもうまくいかないし、研ぎがうまくいってないと、じゃあ上塗りの人でなんとかリカバリーしてくださいっていうのは、はいはい、ちょっとそれは無理な注文やっていう。綺麗に研いでないと。あ、なるほど。終了ですか。ちょっとチェックします。あ、そうですね。師匠、ちょっと一回見せてください、はい、カメラに。今スイちゃんがやった時点 でこういう状態です ね、はい、この底の部分を当たりすぎましてるね。当たりすぎっていうことはないですね、はい、もうちょっと、はい、まあ、単純に言うとここ行ったんで、ここばっかりやってはるんですけど、うん、そうですね、そこばっかり行きましたね。それをこうまんべんなくこの底の部分から全体にやっていくと、この一番手の届きにくいところから始めて、あ、もっとやっぱりこう、あれですね、僕ぐしゃ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 ってやりましたけど、そうじゃなくてこう、そうですね、へえ、回転させるっていうのはこうやってやるのは、はいはい、まあ別にそれが間違いってことは全然ないんですけど、はい、最初のうちはこうちょっとこう、この物を回しながらやった方がいいですね。このこれ、たまたまこれは本当にいびつな形をしてるからっていう理由なんですけど、こうやってちょっと物を回しながら自分のやったところをちょっとかくこうぐちぐちやると、はい、自分のやった場所確認できひんままずっとゴリ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 やってしまうじゃないですか、うん、できてる。でそれよりはこう物を回しながらこうちょっとずつちょっとずつこうやっていくうちに、このいびつなあるところが手で触るとだんだん綺麗になる。まあ、さっきよりこうグレーが均等になってきた。そうですね、やっぱ色が、まあ、これがまあ研いで、これ本当に綺麗なグレーになって、この場合やとグレーになっていくと一番いいと。あ、確かに全然違う。均等ですな。こう全然違う、ね、均等にしていった方が美しくなる。でこれを同じことを外もやる。外の方がこう山になってるんで、もうね、めちゃめちゃ、うん、この外が元の色、いびつな形ですから、はい、だからこの元々の色がこのようになると、はいはい、これを全体にやっていく。はあ、大変ねえ。いや、すごくその集中してしやなきませんね。そうですね、結構手で研いでいくんで、ね、手触りとか、うん、あの出てる研ぎかすとか、ここについてる研ぎかすの感じとかで、うん、乾き具合だとか、うん、研ぎすぎてないか、そういうのも判断。あんまり乾いてないと、ここのペーパーにすごくこう詰まるって僕らは言うんですけど、こう詰まってると、あ、ちょっと乾きが甘いのにやっちゃったなっていう感じになるんで、じゃあこうちょっと研いでからさらに乾かそうかっていうことで、まあ、こうやってただ研いでるだけなんですけど、
その乾き具合とか、あと厚みですね、どれぐらい、うん、もうその前の層が厚く塗られてるのか、うっすらしか塗ってないのかっていうのを見定めながら研いでいく。なかなか奥深いですね。そうやって考えたら塗る前の研ぎがいかに美しいかで、あの最終の出来上がりに結構左右してくる。本当に研ぎの上手な人は重宝するというか、腕がいい、助かりますよね、塗る側にとっても。いかにね、重要やんっていうのがね、わかりましたね。はい、スイちゃん。はい。全然でしたね、今回体験。いやもうあの、表と裏が違ってるぐらいの、そうですね。それぐらいレベルやったからね。はい、大チョンボです。写真でした。いやいや。まあ、ということで、ね、師匠も匠認定でございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺、はいはい、行ったれ行ったれ行ったれ、バチッと行ったれ。はい、いい、いい、はい、ありがとうございます。では最後に、はい、師匠にとって匠とは、守りながら攻める人っていうふうに思ってます。つるつるに磨いたつもりが裏返し。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。